クルト、中村翔平、爆誕。スポニチ、野球記者 SNS 記事より。ヤクルト中村、人気 YouTuber 動画に刺激に休日返上で練習。好奇心が出た。スポニチ何してんねん。おいどんなミスやねん。わろた。頭がこんがらがった。どの中村？結局中村雄平の記事に中村翔平の写真が使われてただけだった。じっちゃんはすぐ頭がこんがらがるから。よく中村翔吾とかも間違えられてるけど、わざとやってね。メリットは知らんけど。さすがにこの間違いはヤクルトファンに失礼すぎます。スポーツ新聞としてあってはならないです。まだ翔吾と翔平間違うならわかるけどな。またまた写真間違えています。同じ失敗を重ねると信用失墜しますよ。写真がヤクルトの中村選手ではないです。広島だろ？移籍したかと思った。中村随分嫉妬したなーって思った。AI が画像選別してんの？これも、中村違い？カープファンの方がお怒りで何かと思いました。本文22歳の保守になってて草。正午定期、正午って言われてた。またロッテ行っちゃった。中村翔平も残留を基本線に交渉。ロッテ送りで草。中村翔ぐらいまでで予測変換されてそう。こっちの中村もおったな。タイミング的に記者狙ってるやろう。PV 数伸ばすための仕込みじゃね？最近間違い多い気がする。なんでスポーツ新聞のくせに選手を間違える？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。